どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ブセファランドラは好きでしょうか？自分は大好きです。陰性水草の中でも極めて人気が高い部類であるブセファランドラ、最近は組織培養水草の登場によっていろんな人の手に届くようになったのではないでしょうか。自分はその中でもクダガンという種類が好きで、このクダガンはブセの中でも一番ポピュラーで代表的なものだと思っています。そんなブセファランドラクダガンなんですが、自分が育成しているやつらがとんでもないことになっています。というわけで今回はそんなブセファランドラの王様クダガンの状況について紹介します。それでは早速やっていくんですが、実は1年前にクダガンの状態をお話ししていました。その時は組織培養カップから半年育てたクダガンがとんでもなくみちみちに成長して嬉しい悲鳴が上がっているという感じでお話しています。ご覧のようにガラスポット内に所狭しと敷き詰まっているのがクダガンです。おそらく皆さんもご存知だとは思うんですが、ブセファランドラは結構高価な種類の水草であるため、ここまで数が増えてくれたのは嬉しい誤算というか、うまくいきすぎて怖いまであります。実際に購入した組織培養カップは確かトロピカ社のものを3から4カップくらいだったと思うので、これだけみちみちにできたのは自分の中では一番成功した例です。ちなみにトロピカ社の組織培養ブセはだいたい6000円するので、そもそもの投資額自体が2万円超えてるのは内緒です。まあこれだけ生育して株数もいっぱいなので、プリマとかで売ればもっと高額になるとは思うんですけどね。正直こういった水草を売ったりすることって一度もしたことがなく、今後もする予定はないので、総額が云々はただの自己満足ではあるんですけど、そんな組織培養ブセ、前回はみちみちになりすぎたため株分けをし、10個くらいのガラスポットに移し替えたところまでをお届けしました。我ながらこの映像を見るとニヤニヤしちゃいますね。そんな半年間育成したブセファランドラクダガン、今回はそこからさらに半年間育成した様子をお見せします。それがこちら。まず1カップ目をお見せします。以前余ってて割とスカスカな状態で植栽していたやつです。スペースに余裕を持って育成していたおかげか、割と葉が大きく展開しててとても見応えがあります。おまけにドリルも出てきててすごく順調。ガラスポットの裏側はこんな感じで、しっかりと根が張っているのがわかります。続いてのポットはこちら。こちらも中央のクダガンはめちゃくちゃ大きく成長していますね。葉焼けもしておらず、本来のクダガンの黒々した色合いが出ていて素晴らしい。うちの周りに植栽していた小株の方はそこまで成長しておらず、やはり光がそこまで必要ないブセファランドラでも成長した株に押されると露骨に成長速度が遅くなりますね。これが調子がいい株のスピードが速いだけなのか、小株が遅いだけなのかは分かりませんが。続いて3カップ目。こちらも以前株分けしたのにみちみちになっています。こういう風にポットの縁に葉が当たってるとあまり良くないと思うんですが、まあ今のところ問題ないので良しとします。続いて4カップ目。こちらもだいぶ密集してます。なんか若干赤っぽい葉もあるんですが、これってなんか理由があるんですかね。感覚的には新芽がこんな色合いなイメージなのと、若干葉焼けしている可能性があるかもとか思ってます。続いて5カップ目。なんか左右で結構成長の差があると思うんですが、これはおそらく光源が真上にないからだと思います。水上栽培ファームでは基本的に右側面から光を照射しているため、右側の方が成長が早い傾向にあるんです。伸びてきている株は旺盛に根を伸ばしており、こんなに長い根っこがしっかりと低床に伸びていますね。続いて6カップ目。こちらもとてもいい感じ。個人的には水草の葉って小さい方が好きなんですが、ブセに関してはラメ感が強調されるのもあって大きい葉も好きですね。水上栽培だと特に綺麗に感じます。続いて7カップ目。
これもだいぶ順調に成長してますね。おそらく枝分かれしているものはありませんが、大きくなることでいい感じに存在感が増しています。続いて8カップ目、どのカップも大型の株が5、6株入ってますね。その下にも小さめのやつらがひしめき合っているのが見てて嬉しいです。続いて9カップ目、さすがに9カップ目ともなると違いを語ることが難しくなってきたので状態だけお見せしておきます。最後10カップ目、やはりいい感じです。というわけで、1年前の動画で紹介した状態からすごく立派に成長してきたクダガンたちをお見せしました。先ほどお話ししたように、お株を増やして枝分かれしている感じはあまりないんですが、葉が大きく茎が伸びてくれることによって2つに分けたりすることもできるので、実質増えてるような形になっています。正直このまま眺めていたい気持ちもあるんですが、今回はみちみちになったこのクダガンをさらに増やしていくべくスペースを拡張していきます。それではせっかく根付いているブセたちを他の場所に移動させていきたいと思います。正直水上栽培株を移動させること自体いい記憶がないのでためらうんですが、ベストはどんな感じなんですかね。基本的に移し替えを行う時って入れている容器が手狭になっていることが多くて、スペースさえ広くなれば他はそのままでいいと思ってます。なのでもしかすると引っこ抜いた根についていたソイルなどはできるだけそのままに、場所だけ変えるって手もあるかもしれません。自分は育成の仕方とかわからない素人なのでよくわかりませんが、ベストな方法があれば知りたいですね。というか、そもそも映像のようにブセを直接ソイルに植栽すること自体、素人からするとナンセンスと言われたりすることもあるとかないとか。映像では絶賛引っこ抜き中ですが、一株一株入れていくと日が暮れてしまうので、できるだけ根こそぎポットから取れるように試行錯誤しています。あんまり根っこをいじりすぎても傷める原因になりそうですしね。最初はピンセットでやっていたんですが、徐々に手の方がいいってなって手に変えてます。その前にピンセットで底梢をほぐしつつ、手で掴みやすいように中央に寄せてみたいなことしてるんですが、水とか使って丁寧にやった方がいいかもしれないので、あまり参考にしないでください。ひたすらに10個のガラスポットにみちみちに入っているブセを取っていきます。トレーに取り出したものを置いていっているんですが、あまりにも多すぎて徐々に詰めながら置いています。というか、取り出したブセたちは相変わらずボリュームがすごいですね。前回の動画でも1ポット1ポットがめちゃくちゃ多くてびっくりしていたんですが、分散させてもこれくらいの密度で幸せ感が半端ないです。そんな感じで全てのブセファランドラを取り出した状態がこちら。これはまさしくブセの群生です。正直ここまでクダガンだけ育成してる人はなかなかいないのではないでしょうか。ガチのブセ愛好家の方たちはいろんな貴重で高価な品種を大量に保有していると思いますが、ブセの中では特段高額というわけではないものを好き好んでここまで育てるのも珍しいと思います。自分はネームドとか有名なタグがついたようなブセは一つも持っていませんが、クダガンが最高に好きなので、これでめちゃくそに幸福感を味わえます。というわけで、全てのクダガンを取り出したところで株分けを行っていきます。前回同様、大きくて株分けできそうなものは株分けし、周りについているソイルを取り除きつつ、大株と小株を選別しました。右側にあるのが小株で、左側が大株です。先ほどはソイルもモリモリでボリュームがあるように見えましたが、ソイルを取ったことで割とコンパクトになりました。まあそれでもえぐい量ですか。そしてこの株分けしたブセを入れるのはこちらのプラスチックケース。これ実は靴を収納するケースなんですけど、この透明なフォルムと絶妙な大きさがあることで水上栽培家たちには人気のケースとなっています。ちなみに価格は300円とお手頃。これにひたひたにしたソイルを入れ、ガラスポット内と同じ管理方法でやっていきます。あとやることは至ってシンプルで、このケースに入るだけのブセを地道に入れていきます。
ちなみに自分はいつも茎ごとソイルにぶっ刺してますが、あんまりよろしくない方法なので皆さんは真似しないようにしてください。個人的には根が張り出した時にソイルに到達するよう石などに活着させつつの方がいいかもとか思ってます。あまりにも数が多いためカット。実際に敷き詰め終わった状態をお見せします。それがこちら。だいぶ間隔は狭くしたつもりなんですが、それでも全部は入りきらなかったです。手前に行くにつれて小株が多く、ここら辺で成長の差が生まれるのか気になるところですね。そして余った小株はこれくらい。この小株だけでも結構な量がありますね。というわけで余った小株たちはこのように再度ガラスポット内に入れて管理をしていきます。先ほどのトレー内ではただの余り物に見えていましたが、こうやって植栽するとしっかり管管してていい感じです。これがまた大きくなって増えてを繰り返したら、いつしか管管でパンパンになったケースがいくつも拝めるかもしれません。陰性水草のいいところは母数が多くなれば成長が遅くてもそれなりに増えることですね。まあその長い期間溶かさないことを前提ですけど。というわけでいかがだったでしょうか。1年前に動画にした時点でも総額20万円くらいになっているのではなかろうかと思っていたグダガンがさらにパワーアップしてました。こういうのって眺めるだけでも幸せになれるんで、どんどん高価なものに手を出したくなる人の気持ちがわかりますね。自分はスキルがなくて溶かす未来しか見えないから、そういうものに手を出さずに済んでるだけです。ちなみに今回の動画でさらっと全ての工程をお見せしていますが、ガラスポット内から管管を全て取り除き、ソイルを洗って株分けをしつつ、大小の管管を選別した後、ケースとガラスポットにしっかり植栽するのは大変に時間がかかりました。正直水槽リセットと同じかそれ以上時間がかかっているので、頻繁にすることは難しいですね。半年ペースだからまだやれてる感あります。というわけで我が家の管管畑の紹介でした。今後も木を見て動画で報告していきますのでお楽しみに。というわけで今回はここまで。